おはようございます。おはようございます。はい、今日はですねドライブデートをしていきたいなと思います。では出発。朝といえばやっぱり朝モスでしょ。うん、モス行こうか。朝マックに対抗すべき朝モスでしょ。いいね。モススルーします。スルー。ダブルとびきりスパイスデミの L セット一つとモスチーズバーガーのオニポテセット。飲み物はジンジャーエールを2つ以上でお願いします。これさ、ドライブスルーってさ、マクドはさ絶対や、絶対もうブレーキ踏んで待つやん。マクドは早いからな、割かし。ちょっとモスに関してはもしかしてパーキングから。モスはだって受注生産だから、モスはあったかいものを提供。マクドたまにもうさ、冷めてる時あるやろ。うん、ある。調子悪い時。私はつはいつまでもはつは。来たお姉さん。はい、ただいまー。ありがとう、ちんちょー。はい、到着。オニポテいただきモス。いただきモス。いた、オッケー、モス。モスポテトから。うん。うん。うんうん。美味しい。美味しい。うん。モスチーズバーガー。うわ、今日のお姉さんやばい。見てこれ。はい、汚い確定。ちょっと腕ばっかりしちゃったりなんかして。うわ、もうだってもう溢れてんもん。2枚やすっごー。何これ、上上の何これ、これ何、すごすぎてちょっと待って、これどうやって見て、これあんたもすごい。俺どう見して、やばー。どうやって食べるの、水持って食べる。うわ、見て見て、これもうこれ食べるよな絶対。見て、無理や、食えても食えても、うん、意味ないやん、これ意味がない。いいやん、もうつけといたらな、これも。見て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 、食べた食べた食べた。なあ、口きれい、うん、汚い、うん、もともとの染みたもん、これ。はい、じゃあもうご飯も食べて、楽しかった、お腹いっぱい。ちょっと私今日かいちゃんに秘密にして、はい、あることを考えてきたんです。かいちゃんにものことももっとみんなに知ってもらいたいと思ったから、ちょっと数日前から私はかいちゃんの質問をいろいろ考えてみました。皆さんからもかいちゃんにこういうのを聞いてほしいっていうのもちょっと何個かいただいているので、うん、はい、ちょっとそこをね交えながら質問コーナー、じゃあ今から始めさせてもらいます。それではよろしくお願いします。はい、ではお名前をどうぞ。名前は最近変わりました、若野です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。身長、体重、血液型を教えてください。身長は170センチ、体重は秘密です。は、血液型は O 型です。体重はもう最近ねこんなことなってるんでちょっとダメなんです今ダイエット企画中なんで、個人でやってるんで。わかりました。何年生まれの何歳ですか。平成5年、現役の28歳です。なんかちょっとピュアに言ってる似合えへんな、すごいびっくりした。はい、プロポーズの言葉は何ですか。実際はしてません。自然と結婚っていう形になったんで、プロポーズの言葉はまだしてません。じゃあ待ってまーす。はい、いつかさせていただきます。私の差が原因で喧嘩したことを話してください。出歩けない出歩けないと言われぶつかられたことは何度もありますね。まあ、人目を気にしてることがもうほとんどだったんでね。そうです。すみません。いつも喧嘩して謝るのは誰ですか。私でございます。いつも謝らせていただいてます。すいません。まあ、でも私も謝る時もあるよ。悪いことしてるのはでも今日私なんです。申し訳ないです。いらんこと一言多いんだ。そう。次、エミがもう誰が見ても普通の50代60代のおばあちゃんな、中身はエミ、うん、でも好きになって告白してくれてましたか。ないです、それはないです。中身は私なのに。だって一目惚れやから。僕が好きになったら一目惚れなんで、年齢とかも関係なかった、ただ顔が好きやったっていうだけなんで最初はね。
そっから中身が分かっていくんで、関係なしん。関係なしん使ってください。次、願いが一個だけ叶うなら何を願いますか？願いを三つに叶える。欲張り、G に怒る。それだけは叶えられないぜって言われるかもしれない。絶対怒る。お互いを動物に例えると何？ハムスター。ハムスターってどう？ハムスターって分かった分かった。種や種。コロ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 ってずっと走ってる。そう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 。はい、ここは？チーターでありたい。狩る。狩るやつ。何狩れる？何でも狩れる。写真のフォルダーをスクロールして止まった写真をみんなに見せてください。お願いします。写真のフォルダーってちょっと長くいきますよ。昔のやつくれてくる。あ、はい。ジャニー、それ誰？私。次、もしドラえもんの道具を一つ使えるなら何を使って何をする？アクマット。アクマット。アクマット。すごいとこ行くね。なんかね、そういうのがあるらしい。じゃあ普通さ。いや、俺も昔聞いただけやから覚えてない。タケコプターとかさ、どうでもドアって行くやん。そうね。印象強かったやん。なんか悪魔を呼び出せるマットがあるらしい。なんかね、悪魔に憧れてるとこがある。で、悪魔を召喚して、うん、友達に。うわ、全然使えてないやん。何にも利用してないやん。一日、エミと入れ替わるなら何をしたい？いや、私してないから。なんか何やったらやり方も知らんし。私はしてないから。元カノは何人？二人。ドタイプの人に誘われたらどうする？今晩、かえちゃん一日朝までどう？空いてる？って、もうドタイプの人に言われる。ドタイプの人に言われたら、うん、じゃあこうやって、うん、今から一緒に行こうかっていう。だってドタイプの人やろ？私じゃないドタイプ。いや、そんなんいいひん。それやったらドタイプじゃない、タイプになるやん。ドタイプやろ。だからお前やから、そうやね。いいでしょう。何色が好き？ピンク。そう、ピンク。なんか普通、ピンクと青って言ったら、ピンクと青って思うけど、うちは全部逆。ピンクと青。好きな YouTuber は誰？ YouTuber あんまり見ひんけど、YouTube 活動するようになってから、レジェンドを見るようになりました。ヒカキンさん？ヒカキンさんです。エミの一番どこが好きですか？顔。顔？どう？今まで一番辛かったことはいつ？辛い思いをエミに刺した時。ある。すっごい。何度かあります。でもまあ、だからそういう時です。自分の動画、若野にできることの中で一番好きな動画はどれ？初詣に行きました。あれは大吉出たやつ。大吉出たやつ。はい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 、楽しかったの。自分の嫌いなところは？太りやすい体質。何フェチ？鎖骨。聞いたことない、初耳。エミとの思い出の場所はどこですか？ハリーインターチェンジ。言うてもうてる。ハリー、いや、どうせもう言ってるし。なんでその場所にしたんですか？そんなところぐらいしか会うところがなかったからです、当時。そうね、もう知ってる人に会わない、ちょっと離れたところ、車止めてても不自然じゃないところっていうので。そうやな、懐かしい。オフ会はどこでやる？ディズニーシーでやりたい。ディズニーシーでやろ。ただ行きたい。その前に普通に行きたい。行きたい。あー、これ気になるな。口座の残高はおいくら万円ですか？おお、もう買えや、家買うてくれよ。もうやめさせてください、仕事。ダメなんですか？ダメなんです。ダメです。それでもダメなんです。制約付きなんです。多いな、だいぶ多いわ。浮気はどこから？まあ、好意を持ったら。わかる。それどうか一緒。いつも頭の中でなんか考えてること、ずーっと。 ない。頭の中は常に空っぽです。いいよね、能天気。今一番何が欲しい？ジーニー。結局やん。結局、強欲。強欲。結局やん。宝くじが3等当たったって本当？本当。当たり、本当だね。当たりました。昔ね。ね。はるか昔ね。ね。当たってね。そんな時もありました。あってね。あと1個数字が合ってたらどうなってた？ 6 億円でした。6億円。6億円。あと1個数字違ったら6億円。6億円です。ね。そういうことです。そんな時もあります。そうです。どうしても好きになれない異性のタイプ。いや、フィーリングが合わないかな。うーん。合わない人とはもう無理だね。告白された回数は？数えきれない。数えきれないのに感情は。
ファーストキスはいつ？16、7。何の味？あんま覚えてないな。思い出して。なんか舌の感覚の方が強かった。やらしい。しゃあないよそんな。初めてやねんからしゃあないよそんな。こいつ買って。匂いとかねえわそんな。当時なんてそんな全くそんな嗅ぐ余裕ねえもん。みんな言うやんな、レモンの味とか。桃とかやろ。そう、なんかこう。そういうさ、触れたことのないものに触れた感触の驚き。失恋のエピソードどうぞ。ないです。嫌なやつ。理想のタイプは？うん、いっぱいおる。すぐこんなん浮気するわ。まあまあおら、それは人のあれやから関係ない。こんなんこうゴロゴロ。さっきもおったもん。おらへんわ。どこに？さっきモス行くときにドライブするわ。お姉さんそんな感じ。全然ちゃうよ。デスノートに名前を書くなら誰？俺とエミ以外全員。最低。もう使いたい放題。全部自分。まず死神と目の契約をするね。歩くたびにその人の名前見えるね。もう全員こっちが。てかやっぱサイコでしょ。サイコなのに、サイコ系あるんですよこの人。本当に。心霊は信じる？信じます。ここになんかおじさんがいるらしいです。そう、なんかニコニコしてるから大丈夫って言ってる。悪い霊ではないらしいですけど、うん、なんかおじさんが背後霊なのか守護霊なのかわかんないですけど、うん、いるらしいです、うん、以上。どうぞこれからもよろしくお願いします。時間が戻れるなら何歳からやり直したい？小1。だいぶ戻るね。その辺からやっぱり文字の練習とかしとかんと綺麗に書けたりとか漢字読めたりできへんから、うん、お箸の持ち方とか。お箸の持ち方、そうそう、最低限のやつをやれるぐらい戻りたい。うん、そうやな。生まれ変わったらまた自分がいい。そうです、女性版の俺で生まれ変わりたい。いやわ、こんな人、あんた男じゃないとあかんで、あんたみたいな中身は。いや別に俺は、ま、女の人は無理やと思う。男の人大変。ひたすら自分を磨きたいかな。え、今磨きやん。じゃあ男性で磨いてとてもしゃあない。なんもない。今も磨こう。はい、ではこれ最後です。はい、まあ、これは年の差に関係することですね。みんなが不安に思ってることです。年上の人が、はい、老後介護に対する意気込みをどうぞ。介護するつもりで一緒にならさせていただいたんで、そこは何も心配せず行ってください。天国へ行きます。任せてください。5年後追いかけます。早い。じゃあもっとゆっくり来て。ええかも。5年もいたらもうええやろ。いや早い、早すぎるっていうことでした。ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。ちょっとかいちゃんのことをたくさんかいちゃんが今回喋ってくれたので、かいちゃんって、あ、この人こんな人なんやなみたいな、ちょっとでも分かってもらえたら今回はいい動画になったんじゃないでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。それではまた、バイバイ。無理やり。いいです、テンポが大事なんです、こういうのは。いやですよ、ですけど、なんかこういきなりでしたね今。いやいや、私もいきなり質問されてるんです。もうちょっと進行の勉強をちょっとしてもらって、レジェンドさん見てください。レジェンドを見ます。まず動物買います。それ